震えすぎて筋肉痛なるやつやな。どうもチャップです。パラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、初心者の人やデスが多くてうまく戦えない人におすすめしたいギアを紹介していこうというね、動画回でございます。最近ですね、初心者の方にね、動画を見てもらえるようになったりですね、昔から見てくれている方々でどうやったらうまくなれるのかっていうのをね、よく聞かれるんで、こういうね、うまくなりたい人とか脱初心者を狙っている人をね、救おうという動画もいいんじゃないかと思ったわけなんですよ。だからこの動画を撮ってるわけ。素晴らしい発想でしょ？知らんけどね。まあ、とにかくですね、新規のご視聴者の皆さんも、昔から見ていただいているご視聴者の皆さんも噛んでおりますけれども、いつもありがとうございますということだけね、言っておきましょう。じゃあね、早速ね、僕がおすすめしたいギアなんですけれども、もう皆さんもバチバチに見てもらってると思うわ。僕がもうこのゴリゴリに 3.9 神ギア積んでいるこの復活時間短縮というね、ギアをおすすめしたいわけなんですね。でね、この復活時間短縮はなんやねんチャップさんということで、これはあれやん、相手をね、一人も倒せないまま連続でやられた時、復活時間が短くなりますと。もうほんまその通り、めちゃくちゃわかりやすいでしょ。ゼロキルのままでですですって、ほらこれですですって2回連続続いた時に早く復活できますよというめちゃくちゃシンプルなギア、これを進めたいんですよ。やっぱりね、初心者の方々とかさ、デスが多くてうまく戦えない人っていうのはね、エイムも立ち回りもね、おじいちゃんになりますやん。もうそれはもう当たり前なんですよ。もうそうなっちゃうのは仕方ないんですよね。それでね、キルができなくてデスしてばっかりなって、で負の連鎖が続いて試合も負けてばっかりということになっちゃうと思うんですね。そんな方々をね、僕は救いたくてですね、そんな方々にこのギアをつけてもらうことで、早くね、いち早く戦場に復帰して、もうどん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 戦ってね、デスしてもいいんで、どん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 戦って実戦を踏んでほしいんですよ。僕、チャップはですね、実戦で鍛えてきた派なんですよ。試し打ち場とかでさ、イカバルーンとかでエイム練習とかやってる方々、それはもちろんおると思うんですよ。その方法で僕やってなかったから、もう実戦でね、鍛えるのもね、全然可能やと思うんですよ。もう僕はもうスプラトゥーン1のめちゃくちゃ初心者の頃から、もう全部縄張りバトルにエイムも立ち回りも全て教えてもらっていた。そんな感じで生きておりますんでね、もう実戦でどんどん踏んでもらいたいと。だからまあ早く戦場に復活してほしくて、このギアを積んでほしいということなんですね。で、プラスですよ。ここがね、今いろいろめちゃめちゃ言うたけど、ここがめちゃくちゃ重要なんですけれども、デスしてもですね、このギアを積んでたらですね、早く復帰できるんやと。あ、デスしてもすぐまた戦場戻れるやんかっていうね、気持ちにね、ゆとりを持ってほしいんですよね。もうゆったりとしても、あ、デスしても、あ、早いこと復帰できるわ、いけるわっていうね、ゆとりを持っていただきたい。そして、デスにね、罪悪感をね、感じないでほしいんですよね。それがもうめちゃくちゃ言いたいんです。例えたらね、幼稚園児がね、めちゃくちゃ高級なレストラン連れて行かれてね、食事マナーしてって言われたらね、そのできるわけないですやん。もう分かれへんねん、もう。そんなもんなんですよ。そんぐらいデスしていいんですよ。例え分かりました？一番それが分かれへんわっていうことがあるかもしれませんけども、でね、まあそれでガン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 デスしてね、デスに罪悪感を感じないでほしいってことが言いたいわけなんですけれども、それで初心者からほんのちょっとでいいです。ほんのちょっとでもいいんで、レベル1からレベル2ぐらいのほんのちょっとの成長でいいんで、そんな成長ができたなと思ったら、次はですね、復活時間短縮はデスしても復帰が早くなるギアなんですが、もう雑にめちゃくちゃに無理に突っ込んでデスを繰り返してですね、無限にデスするものではないんですよと、これをね、意識しながらプレイしていってもらえたらね、よりね、うまく成長できるんですよ。もしね、雑にプレイしても無理やりにね、普通にやられる分にはいいんですよ。無理に変なめちゃくちゃなね、突っ込んだりね、もう絶対やられんのにめちゃくちゃなプレイしてデスして、それを繰り返していたらですね、復活時間短縮のギアをね、つけている意味がなくなってしまってね、つけてないのと同じになってしまうんで、デスしてはいいんですけれども、そういう意識を心の片隅にちょっとピッて置いていて もらえるだけでいいです。もう意識をピッてしてもらえるだけでいい。それだけでね、だんだん多分上手くなっていくと思うんでね、皆さん安心してくださいよ。でね、もう長々とめちゃくちゃに喋ってますけれどもね、噛んでますけどね、さっきからちょくちょく。最後にですね、初心者とかね、うまくプレイできない人がね、普通にやってね、普通に立ち回って普通にね、エイムしてね、デスすんの当たり前なんですよ。もう当たり前、チャープ言うてね、仕方ないんで、
だからちょっとでも成長したら復活時間短縮は復帰が早くなるギアやけど雑に無駄にですするギアではないんだよと意識づけてほしいということなんですね。ほんでどんどん成長していってほしいんですよ。もう名言言いますわ。どれだけですしてもね、ですの数だけ未来にはね、上手くなった皆さんがいるんでね、もうですを恐れずに、ある程度意識して、もうどん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 安心して、もうガン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 キルです、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 ガン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 やってね、安心して戦ってくださいというカットですね。最後ちょっと噛んでしまいましたけども、よう喋った。熱弁しすぎやったわ、いうことでね。まあ、こんな感じ。で、ギアはまあ、僕、復活時間短縮 3.9 ゴリゴリでいくんですけれども、武器もね、キル性能が低い武器使おうかと思って、何がいいかなと思ったら、やっぱ、まあ、モミジかな。モミジと、金モデラと、銀この間使ったんでね、金と、で、復活時間短縮ってゾンビって言われてるんですけど、これ、ノバブラスターのイメージが強いんで、モミジ、金モデラ、ノバブラスター使って、この復活時間短縮の方、やっていきたいと思います。皆さんね、もうすでに長いけどもね、最後までね、試合の方よろしくお願いいたします。はい、それではモンガラキャンプ場で頑張っていきましょうか。今日の僕はもうデスを全く恐れてませんからね、もうガンガンもうほんまに1000万デスぐらいしたろと思ってる。そういうね、1000万ですぐらいしてもいいなと思ってる自分にナイスですね。でも、覚えてますからね。無駄にバカ突して、ですしたら復活時間短縮は意味ないっていうことを頭に意識して、意識はしているけれども、ほんまにもう1億回ぐらいですしてやろうと思うわ。1万回ね、ですした猫よりも僕さらに超えてるから、1億回ですしたチャップよ。で、こうぬり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 していくわけですね。これ、チュレレ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 。ジムリナイスありがとうございますまあね、めちゃくちゃもうおじいちゃんでしたでしょ、ほんまに。もうそんな感じでいいんですよ。でも今1キルしてしまったんで、この後ねノーキルで 2ですしないと復活時間短縮は発揮されないということをね、分かっていただきましょうかね、皆さんにはね。お、倒せましたね、ありがとうございます。何、ロボットボムかな。今のはもうほんまにもうほんまありがとういい仕事してくれましたね、ここでナイス。さあ飛んでいきましょう。おやナイス、ジェラレチャップしていきましょうか。この後ね、今です1回したんで、この後もう1回キルしないでですしたら復活時間がめちゃくちゃ早くなりますからね、皆さんもう素晴らしい状態が見れると思いますよ。ちなみにですね、復活時間短縮を1個もつけてない場合と、今回僕がつけてきた 3.9 の場合やったら、4秒も早く復活できますからね。やばいでしょ、4秒なんかもう一瞬ですよ。これちょっとわざとはやられへんように、わざとはやられへんようにな、わざとやられたらあかん、その意識な。よし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 、いくぞ。まあまあちょっと無理やりな立ち回りやったけどでもね、ここで1回でもキルをしてしまうとあれなんですよね、発動しないんですよね、復活時間短縮っていうものはね。これ一緒に追いかけていきましょうか。エナザップの人なんで僕よりも射程が長いですが、気づいてないのでありがとうございます。自分にナイスでございますでもまあキルしてしまったんで、復活時間短縮は発動しないと。発動せえへんかったけどもさ、キルできた、やった、勝ったねっていう、そのキルの喜びをね、味わっていただきたい。もうデスしても安心して、そして復活時間短縮がもうね、たとえ発動しなくても、やった、キルした、勝てたぜっていう、その喜びをね、全力で僕は噛みしめてほしい。もうデスしても安心やし、キルしても嬉しいし、そんなもう半端ないでしょ。もうインフィニティっていうことしかもう言うことがないぐらいインフィニティなんですよね、ほんま。ありがとう、ナイスこうやってぬりぬりぬりの楽しんでいってるわけなんですよ。ほんで、まあこれ突っつったら、ほらね、こういう時ね、こうリッターの人がね、チャジャ2人目の前におってやばい状況やのに、こういう時にこう無理に突っってやられるとかもね、それは危険なんでね、そういうことをしたらダメなんだよっていうのを意識するだけでいいですからね、気にしすぎてあきませんよ皆さん。もうちょっとほんまに脳みその 1% 意識するだけでいいんでねちょっと意識して立ち回ったりするようになったら、あ、いつの間にか復活時間短縮いらないじゃんってなるぐらいめちゃくちゃうまくなるんでね、もう大丈夫大丈夫大丈夫、このお味噌使ってればね、なんとかなれるんですよ。僕後半この辺でペンペンしかやってないからね、これ多分敵の人突ってくるんちゃうかな、雨降らしあるし。おらんわ。でもラスト3秒なんで、もうこういう時は思いっきり突っちゃいましょうまあこういう感じでございましたということなんですね。もう伸び伸びとプレイできますからね。ですなんか全然怖くない。お化けなんてないさ。お化けなんて怖くないみたいなありますやん。それと一緒。ですなんて怖くない。ですなんてあれへんよ。みたいな。そんな感じでね、楽しくやってください。はい。では次は金モデラで座頭マーケットを頑張っていきましょう。もうぬり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 していきましょう。縄張りバトルなんでね。
もういっぱい塗っていきましょう。もうデスを恐れずに、ぬりぬりぬりの楽しむということですね。ぬりぬりぬりぬしてるだけでも楽しいですからね。ほんま、まんまんめ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 んとか言うな。もう山だったらまんめんめん言うてね、頑張っていきたいと思います。シューってとつっております。ほんで、山だったらこれ、あの、イカソフィアという素晴らしい性能もありますから、もう味方の人神か。ね、こうやってデスを恐れずにですね、伸び伸びとプレイしてたら、味方の人が守ってくれるという、そういうね、運の良さも、ラッキーもついてくるんですよ。楽しくやっていれば、運もついてくるんじゃないかということで、こう逃げていきましょう。まあでもね、2デスしないとダメやからな。今デスしてもシンプルになんかチャップだよってしか言われへんからな。はい、自分にナイスですね。ちょっとフライングナイスしてしまいましたね。フライングゲットならぬ、ね、フライングナイス、噛んでもたけど、イカスフィア。あ、割れてる、嘘、そんなことある帰ってくる、これやっぱ味方の人と、危ない、危ない、危ない。天然で起きたマルチミサイルの挟み撃ちに襲われそうになりましたけれどもね、頑張って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 ややられたしていきましょうか。さあ皆さん、ここからですよ。デスしてしまいましたけれども、ここでもう一回デスしたら復活時間が早くなって、イエーイってなって、もしキルしたら、よっしゃキルできたぜって喜ぶ時間ですからね。もう二通りの未来が用意されている。しかも二通りともハッピーエンドですからね。もう素晴らしい展開でございます。ジブリナイスでございます。インクあまりナイスでございます。でもローラーの人がおるんでちょっと怖い。しかもバリアブルローラーが結構射程が長いんでね、もうちょっと逃げていただいて、でイカソフィアも使って逃げていただいて、この辺ハム太郎をして、僕の名前はハム太郎やと言いながら遊ばせていただいて、スプリンクラー置いてさらに逃げていきましょう。あ、やばい、ハイドラントでも笑ってる間に復活できる。これが4秒ですね。めちゃくちゃ早いでしょ。約4秒の速さやったかな。0と 3.9 やったら4秒早く生き返れて、しかもまあ4秒で生き返れると、もう44尽くしなんですよ。もう喜び尽くしね。まあ半端ないでしょ。めっちゃ早いでしょ。もうデス気にならないでしょ。デスしても休憩できへんっていうくらい。金分にやられたけどすぐ生き返ってきました。おはようございます。もう暖かくなってきたから金分の季節ですね。あの、前に出たいんですけど、これやばいなっていう時はね、左から行かんと右から行ったりして、で右見てやばかったら左から行くとかいうパターンもいいかもしれませんね。ちょっとね、ハイドラントの人があそこに固められて味方の人が落ちてるんで、これ無理に行ってもデスするだけなんで、まあこの辺で、ハム太郎して4人揃うの待ちましょうか。でもこっち射程短いチームしかおらんからね、まあ、どうしようかなってここで悩んでるわけ。どうしよう、はいどうしよう、はい、やばチャップ、やばやばチャップ、ナイスナイス、重なる人ナイス、重なる人ナイスナイスナイス、あーごめん、でもすぐ行かれるから、すぐ行かれるから、ありがとう、ナイス。もうこれは典型的な、ちょっと出られないというパターンになっているわけなんですが、まあゆっくり、あ、そこの油断した時ね、この敵の人が油断した時、よっしゃーよっしゃーやけども、すぐにも復活できるという、もう素晴らしい能力でしょ。今のはあれですね、あのキルをしちゃったんですけれども、さっきね、あのデス判定があったんで、多分復活時間短縮が早くなったってやつですね。あら、まあ、まあ負けてしまって、こんだけ攻められまくって打開できなくて何回もデスしまくりますけども、戦場に早く復帰することによって打開の方法もね、練習できますから。はい、ラストモンガラキャンプ場でノバブラスターでございます。もうこれはもうゾンビノバって言われて恐られたぐらいなんで、もう半端ないですよ。口がちょっとちょくちょく回ってないけど、そんな自分にないですね。もうバン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 爆風でね、敵の人にね、プレッシャーをかけられたらなとは思っております。さあ最初はこのジジンをね、花火ぬり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 していきましょう。はい、ぬりぬりぬりぬ、はい、ぬりぬりぬりぬと、ほんでインク回復してシューって見ると、あ、なんか来てるなと、あ、傘の人が来てんなと、バーン、はい、バーン、バーン、はい、バーモンドカレー、はい、バーモンドカレー。勝てると思ったけど、意外とスパイガジェットのが射程長くて、そしてスパイガジェットの傘が取れないというね、悲しい展開になってしまいましたね。でもね、僕はこっからね、ガンガン行くわけなんですよ。デスしても復活できてラッキーじゃん、でキルできてもキルできてラッキーじゃん。もう僕にはね、ほんまにほんま、さっきも言ったけど、もうハッピーエンドしか用意されてないわけなんですよ。素晴らしいでしょ。オッケーキルありがとうございます。はい、ナイス、味方さん、ありがとうございますね。これでキルできてやったってハッピーチャップだぜっていうね、ハッピーセットな気持ちになれたわけで、コンペイトボム投げてガン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 、次はね、こっちの通路をね、取られた分を取り返せ、倍返しだ、やっていきましょう。ぬりぬりぬりぬの倍返しやな。ほんでこのイカスフィアがある、僕にハム太郎があるということを全面的にハム太郎でーすで、ボムを投げつつパーンパーンってリン。ナイス、味方さん、ありがとうございます。とこのコンペ、ちょっと待って、ちょっと、おった、え、なんか今当たり判定なかった、え、気のせいか、ん、分からへん、なんか怖かってんけど。
純粋に怖かったやないかいということあるけど、まあこの辺でもぬり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 して、あのイカスフィア、ハム太郎スフィアをね試させていただきましょう。そしたらラスト1分になってここの扉が上がれるようになったとしても、多分安心安全のチャップ設計になってるわけなんですけれども、コンベイドボム当たってねえや全然なでもこれでイカスフィアが溜まりますね。でこれ開いた時にね登ってきてくれたらね結構いい感じかなって思うんですけど、あそうか、傘開いてる時にコンベイドボム直撃させてもワキャンってなるんやね。それはもうめちゃくちゃ嬉しいなんか事実やねでこの辺のちょっと塗り残しをちょっとパンパンパンって塗りつつ、さあもう来ましたね、ラスト1分ですね。さあ僕がこっから進化を発揮する時なんですよ。こういう、後ろにおるやん、めちゃくちゃイカスフィアやん生きてるやん。でもコンベイトボムで、コンベイトボムでこれ爆発で、イヤホーありがとうございます。さあ下に降りつつですね、これ裏取りましょうか。多分これで味方の人のアシストできるはずなんですが、うまいことできましたかね。できてませんね、帰りましょうやばいと思ったらすぐ逃げるチャプ戦法ですね。やっぱりね、意味わからん立ち回りして無駄なデスはね、もう控えないとね。普通にやってプレイしてデスするのはいいんですけど、僕のさっきのプレイはちょっとやばいプレイやったんでね敵陣地に無駄に乗り込んでいくという危険なプレイやったんで逃げてきたっていうわけなんですよ。すっごい圧倒しますやん、めちゃくちゃ。もう圧倒的なチャップやで、これこの辺塗られてる。じゃあこの辺を花火で塗り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 返すわけ。ヌバブラスターもあれやな、塗れへんと思ってたけど、なんやかんやもう900か、結構ハム太郎塗れるありがとうハム太郎いうことで、さあコンペドームを仕掛けて前歯に落として完璧決まりました。強いぞ、なんだこの武器はヌバブラスターということでですね、これが復活時間短縮 3.9 といろんな武器の愉快な仲間たちっていう動画回でございました。まあ、とりあえず皆さんデスを恐れずにですね、その復活時間短縮とは何かということを頭の片隅 1% でいいので意識してですね、もう伸び伸びと、ほんまにもう伸び伸びとねプレイしてですね、プラトゥーン2というねこの素晴らしいゲームを全力で楽しんでください。そしたらば未来には明るく輝いた美しい皆さんがいます。